どうも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 、大島ちゃんでーす。今日もまた元気に来ました。今から元気でお買い物をしてこようと思いまーす。それでは行ってきまーす。はーい、お買い物行ってきました。それでは今から商品紹介したいと思います。今日買ったのは、まず、はい、ハムカツ卵ドッグ。これとはもう一つホットドッグあるんですけど、まあ、どちらかというとこっちのが味は僕好きですね。この卵がいっぱい入ってるし、このハムカツも美味しいですね。はい、これ値段が、はい、安いですね。128円。まあ、これは毎回紹介してますけど、ジャパンフレッシュの、商品ですね。はい、まあ、フジパールではないんですよね。はい、これはまた明日の朝の朝食にしようかなと思って買いました。はい、そして次はおにぎりですね。炊き込み五目飯。これこの間も買ったんですけど、まあ、値段も78円、安いですね。まあこれはご飯柔らかいし、美味しいですね。はい、これはもうフジパールですね。まあフジパールのおにぎりの中ではこれも美味しいですよね。はい、そして次が、はい、ザルそば。これ元気に置いてあるザルそばなんですけど、これまあ値段が、198円。これ安いですよね。昨日セブンイレブンのそばを買った時は360いくらだったかな。ちょっとそれぐらいの値段したんですけど、まあこれは本当に値段は安いですね。それでいて、まあ味は美味しいですね。そんなまずくもないですわ。まあ昨日セブンイレブンのざるそば食べたんですけど、あれは やはり値段相応で美味しいですよね。それで、ね、一体麺の量もちょっと多かったですね。そばの量ですね。そばの麺の量が。まあ、これも本当に、美味しいですよ。はい。そして次は、はい、日清ソース焼きそば。これのからしマヨネーズ付きの方ですね。はい。まあ、これは、昔からってこうマヨネーズがいいですよね。まあ僕はこのマヨネーズついてるのが好きなんですけど、これの値段がいくらかな。ソース焼きそばカップ98円。まあ安いですよね。はい、そして次が、はい、次これ定番のグリコのプッチンプリン。まあこれは一番定番つか昔からあるね、プッチンプリンですよね。まあこれ美味しいですよね、本当に。量もまあちょっと多いし、まあグリコなんでちょっと甘いんですけど美味しいですね。これ値段が、ビッグプッチンプリン98円。まあ値段こんなもんですかね、98円。はい、そして次が、次はアイスですね。アイス、はい、スーパーカップのチョコクッキー。はい、それともう一個スーパーカップの超バニラ。はい、これの値段が、スーパーカップこの間も買ったんですけど、もうこれ88円ですね。はい、まあ安いですよね。コンビニで買うと100いくら、確か100円以上しましたよね。はい、そしてもう一個はアイス買ったんですけど、これですね。これは今日初めて見たんですけど、このコメダコーヒーのアイスですね。フローズンコーヒーフロート。これ森永ですよね。なんかこう、見た目美味しそうですよね。これ新商品かな。まあ、初めて見たんですけど、まあ、これなんか、ちょっと美味しそうなんで買いました。これ、まあ、メーカーが、森永なんで、まずくはないと思いますね。しかも、コメダコーヒーですから。これを、これ2個買いましたね。はい。これの値段がいくらだったかな？これの値段が、
フローズンコ、この子ですね。あ、これはちょっとあれですね。128円。まあ値段はそこまで安くはないですね。まあ、まあどんなもんかちょっと今日夜風呂入って、上がった時にちょっと食べようと思います。多分美味しいとは思うんですけど。はい。はい。今日は、これで以上ですね。はい。今日買った、元気で買った商品は、以上ですね。はい。ということで、明日はどうしようかな。明日は、ファミリーマートでもう行こうかな。はい。それじゃね。またね。あ、バイバイバイ。ババ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 バ